はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく12時でございますね。はい、行きましょう。ですね、2月は18日でございます。日曜日まったりこれからしたいなというところですね。まだヌーンがあと10分ぐらいでございまして、マーケット開いてません。さて、本題は中国でございまして、ダイヤモンドオンラインに、これは昨日の出た記事ですね。中国人春節爆買いは終わった、中国政府の縛りに意欲を奪われる人々の本音ということで、お書きになっているのは姫田小夏さん、ジャーナリストという方が来て、よく中国関係のですね、鋭いですね、記事を書かれてますね。リードはですね、抜かしまして本文いきましょう。新宿歌舞伎町から激減したもの、それは発着を繰り返す大型観光バスだ。新型コロナウイルス感染症が拡大する直前まで、靖国通りは中国人観光客を乗せた観光バスで大渋滞が発生することもしばしばだったと。それが今ではないんですね。銀座8丁目の肉の花正前もですね、昔は観光バスが横付けになっていたと。それが今ないわけですね。さて、この爆買いというものがですね、こうすっかり消えまして、もうコロナが終わってですね、去年の8月から中国からの団体旅行が解禁されたことで日本に戻ってくるはずがですね、全然戻ってけえへんやんと。でしかもですね、この10日から17日は春節の連休やったと。これで中国人団体観光客が来るんかいと思ったら全然来えへんやないかと。まあ別に爆買いがなくても僕ら全然関係ないですけどね。はい、でそれはなんでやということなんですけども、ここからいきましょうか。しかし実際のところ中国には海外旅行に行きにくい雰囲気がある。習近平政権は内需拡大を喫緊の課題に据えており、ましてや処理水問題は解決していないという立場。日本に行ったら危ないでって言ったら、日本人はどうなんやって日本人はこう去年からだあれです、ね、大量にこうその水かなんかの害で死んでるんかという話ですね。態度で立場を取る中国で日本への旅行ははばかれるという空気さえあるのだ。都内の大学で教壇に立つ中国人女性は、中国では国内旅行がいいとされ、海外旅行なら習氏がビザなし渡航に力を入れてきた一帯一路の沿線国がいいとされています。こうした中で日本を渡航先に選びにくい、やむを得ずこっそりと訪日する人もいますと話す。確かに海外旅行への行きづらさはあるようだ。筆者は昨年末訪れたローマのコロッセオでも、中国人観光客や彼らを乗せる観光バスをほとんど見かけなかったと。イタリアね、一帯一路抜けましたからね。で、中国はですね、156カ国と総合ビザ免除協定を結んでるんですね。現状は主に外交公務が中心。あ、そうなん、観光はあかんの。日本は入っていないと。だから日本には行きづらいという国なんですね。そう、やっぱり圧倒的に数が減ってるという話があってですね、今はですね、ほとんど直行便もですね、途絶えてしまったと。で、まあ少しは回復したんだけど、全部回復してるわけではないと。そうで、飛行機もチャーターできないと。中国系ホールセラーというのは旅行会社のですね、大きいところですには大胆さがなくなりました。ギリギリまで様子見し、訪日客が集まったところで座席の予約をするという極めて慎重な動きになっています。仮に集客できてもすでに出遅れ状態で、日本のホテルやバスは東南アジアや欧米の観光客向けに抑えられてしまっているのが実情ですと。東京近郊でインバウンド向けホテルを経営する大鹿徳子さん、加盟は、当時の中国系旅行会社は集客力があり、次から次へと団体客を送り込んでくれたものでしたがと回想すると。まあね、そういうのがすっかり風向きが変わってしまったということですね。中国では教職を含む公務員はパスポートを職場に預ける形を取ります。うわが海外旅行に行くのでパスポートを出してくださいとは言えない雰囲気です。うわ
またパスポートの更新手続きもあまりに複雑で、多くの人々の出国の意欲を削いでいます。さらに海外で使えるお金についても制限がかかり、銀霊などのデビットカードのみならず、クレジットカードも限度額が低く抑えられるようになりました、ということですね。外国での散財を抑え込み、内需拡大に心血を注ぐ習政権下では、昨年10月からある調査が導入された。中国当局が始めたその調査は、2000万元（約4億円）以上の年収もしくは売上がある個人法人は、その金がどこから来たかという資金源を明示しなければならないというもので、それ普通に決算書出すんちゃうのと。決算書というか税務申告しひのですかね。王さんはこうした状況が続く限り、2019年に見たような中国人観光客による爆買いや高額消費が全面的に息を吹き返すことはないと言っても過言ではないでしょうと。なるほどね。一方、パスポートの更新手続きの複雑さが人々の出国の意欲をそぐとする王さんの指摘は裏付けるのに、カ・クンさんのコメント欄、裏付けるのがこのコメント。上海に在住のコさんは日本ファンの一人で、コロナ禍前まで年に数回日本への旅行を楽しんでいたが、今は全く気力がないと。 SNS で帰ってきたのは、仕事も順調とは言えず、あちこち行ってみたいという気持ちもなくなったというものだったと。そのコさんのパスポートは間もなく期限切れになるのだが、更新するつもりはないという。新規の申請の手間を思えば更新をした方が良さそうなものだが、コさんにはやる気が起きない。私だけでなく多くの人のパスポートはすでに期限切れになるはずですが、更新しようという人は少ないですと。この後も続くんですけども、これくらいにしときましょう。1ページ目を貼っておきますね。中国政府はですね、中国人に対して海外旅行に行くなと言うてるわけですね。簡単に言えばで、金使うなと言うてるわけですね。でパスポート更新するなと言うてるわけですね。ですね、内向きになってきました。どうなるんでしょうね、この後。中国人観光客どんどん減るでしょうね。富裕層はね、まだ来てるんですよ、日本に。でも彼らもですね、そのうちパスポート更新するとですね、当局から睨まれるようになるんでしょうね。だんだん来なくなるということ。昔みたいに中国はですね、こう鎖国みたいになってしまうんでしょうかね。竹のカーテンの向こう側みたいなんですね。一方は中国に行くのも大変やっていう、一時2年ぐらい前はそんなニュースを読んでたような気がしますけど、あれはどうなったんでしょうね。むしろ他国から人が来てくれた方がですね、外貨が落ちていいような気がしますけど、方針は変換したんでしょうか。中国旅行に行くという人聞きませんけどね。まあね、あれですね。一方、海外にいる、日本に住んでいる中国人なんかもですね、パスポートの更新ってややこしいんでしょうかね。私の住んでるとこ、外国人いっぱいいるんですけど、一定数中国人いますよ。その喋ってる言葉で、ああ、中国やと分かるんですけどね。でも、これ、中国の政府の方針は、なるべくもう自国民を外に出さないということなんでしょうね。出ていくと、やっぱり外貨が、お金が出ていくということで、それは嫌なんでしょうか。しかし、猛烈な勢いで今、逃げてますよ、富裕層は。もう一段落した頃ではないかと思うんですけど、ルンって言いましてですね、逃げるっていう感じですね。富裕層はお金を逃がしますし、自分の体も逃がそうとします。少々複雑でもパスポートは申請してですね、持ってない人は申請するんでしょうね。はい、なんか中国という国がですね、ガラ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 とですね、崩れていってるのがですね、なんか日々こういうニュースを読むとですね、こう手に取るようにこう伝わってくるわけでございます。いやこの後ですね、どっちみちこう不良債権の処理でですね、金融不安というものが生まれてくる段階に次は行くと思うんですけど、そうなるとさらにですね、混乱に拍車がかかるんちゃうかなという気がします。まだまだバブル崩壊はですね、始まりの中頃か終わりか、それくらいですね、これからが本番ではないかなと。これからいろんなことが起こりますね。
で最終的にですね、この不良債権の処理というものはですね、不可能なんですね、私が見てる限り、不可能なんで、そこでですね、この中国の共産王朝の終わりが始まるんちゃうかなという気がしています。はい、一応このダイヤモンドオンラインのですね、アドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。